こがターミナルなのよ。まだ声になれません。まずは上野のターミナルをスマホに登録と。スマホでも動かせんだね。面倒だな。え？おい小僧、ターミナルは俺が勝手に登録するぞ。いや、お前が登録するのも面倒じゃないので、そんなんできるんだったら全部のターミナル一気に使えるようにしてくれよ。タクザさん、行かないとダメなのか。あ、バローズじゃないよな。バローズっぽかったぞ今。懐かしい声が一瞬ちょっと似てたよね、バローズ。情報を解析。違うか。該当ターミナルとのリンク完了。ちょっと違うな、バローズちゃんじゃないな。そこダグザが喋るわけじゃないんだ。スマホが喋ってんだ。登録ターミナルへの転送が可能になりました。はい。ダグザが内部からスマホを操作し、勝手にターミナルの登録を完了した。そんなこともできんのかよ。エロ画像見れねえな。ターミナルで転送できる場所は登録済みのターミナルだけ。なるほど。登録はその場所のターミナルを介して直接行わないとダメなんだって。うん。錦糸町ターミナルは親父が最初に設定しておいてくれてたみたい。親父、優しい。登録した場所にしか転送できないとは、面倒な仕組みにしたものだな。まあそれはそうなんだな、確かにな。妖精の森にはのぞみのスマホで行くの。とりあえずあなたにスマホを渡すのよさ。これがのぞみちゃんのスマホ。おお、もらった、やった。え、スマホもらっちゃっていいの。ねえ、いいんですか。あげたわけじゃないのよ、のぞみの。後で返してもらうのよさ。あ、そりゃそうか。あ、うん、そうだよね。そりゃそうだよね。ちょっと残念そうな朝日ちゃん。じゃあ転送先選択で代々木ってところを選ぶのよ。代々木、4では行かなかったよな。3でもさ、代々木公園が妖精の街になってたよな。そういえば代々木か。のぞみのスマホでターミナルにアクセスした。まさかの代々木。ここは上野ターミナルです。はーい。あ、いや、ちょっとバローズちゃんっぽい感じだよね、話し方ね。いや、バローズちゃんがさ、ここは上野ターミナル、どうするマスターって言ってくれたのがめっちゃ懐かしいけど、ダグザ言ってくれないんだな。ここは上野ターミナル、どうする小僧っつって言ってくれりゃいいのにな。ツンデレだな。代々木か。この間メッセージは多分ね、バローズちゃんを意識してるんだろうね。あー、でも転送のエフェクトは全く一緒か。まあ、そりゃそうだよな。バシューン、消えちゃうんだよね。同じですね。なんだそのポーズ。ちょっと、ひょうきんなポーズで出てきた。眩しいのかな、やっぱターミナルってな。新宿エリア？え？これ妖精の森？なんか赤いやついるぞ。え、大丈夫これ。え、触れていいのこの人。え、話せる。一仕事終えたピクシー。これだけ大きな岩があれば誰も入ってこれないよね。ふう、いい汗かいた。いい汗かいたピクシー見せてくれよ。この赤いやつあれか、悪魔なんだな。緑が人間か。なるほどね。代々木入っちゃいますか。入る。代々木の森って言ったらほんと代々木公園なんだろうね、多分。もう綺麗！めっちゃ綺麗じゃん。桜？代々木公園行ったことないけど、こんな綺麗なの？妖精の森？代々木公園ではなかったようです。どうやら妖精の森のようでした。綺麗だなぁ。おぉ、めちゃめちゃ咲き誇ってるぞ。散ってるしな、桜。桜だよなぁ。お？あ、飛ぶのね。いいよ。ナナシあれだね、ちゃんとフリンよりいっぱい喋るんだね。次のエリアへ。架空の小道。え、綺麗！うわ、何これ、めちゃめちゃ綺麗な、クソデカ桜あるやん。なんか雰囲気も、音楽もいい感じだな。うわー、東京の喧騒がだいぶ向こう側。綺麗。こんなとこ住んでんの、のぞみちゃん。いいな。アガスティアみたいな感じだな。あ、足音が。サク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 。楽しい。ここに住みたい。ここに住もうぜ。サク。いやー、立派だなー、桜か。わー、大きい桜だね、ナナシ。うん。何メートルくらいあるんだろう。これは相当でかいぞ。ビルぐらいある。妖精の森はのどかで、どこか暖かい。他の場所とは明らかに空気が違う。そうだよな。こんなとこあったんだ、東京に。ふっふー、なのよさ。
自慢なんだねこの国が。なぜか依頼人の女性が鼻高々に胸を張っている。可愛いじゃん。あれ？あら？あなたたちは誰だこれは。なパッケージで見たことあるけど。のぞみ？のぞみちゃん？なあ、何ナパイアがなんかブラッシュアップされている。大人びたナパイアちゃん。え、めちゃくちゃ可愛くなってるんですけど、ナパイアが。依頼人の女性がくるりと回ると妖精の姿に変わった。ナパイアがめちゃめちゃ俺好みになってるやん。おい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 、やってくれるね。妖精の女の子はショットガンを持った女性に飛びつく。あらららららら。ちょっとナパイア、急に抱きつかないで離れなさい。あ、この声この声、のぞみちゃんだ。本当だ、のぞみちゃんがなんかエロくなってる。足なんか出しちゃって、これいい人。ほい、あの娘妖精だったのか。ナバール出てこなくていいぞ。朝日が慌ててスマホを構えた。ナバールもさ、別に4のなんかストーリーなんかいろいろ知ってるわけじゃないもんな。誰とも面識ないもんな、ナバールな。悪魔、この依頼罠だったの。いやいや、隣に綺麗なお姉さんいるじゃない。安心しなさい、朝日ちゃん。あなたたち人外ハンターなの。ちょっと待って、スマホを下ろして。のぞみちゃん、そのグラさん何。わあ、でものぞみちゃんの一枚絵じゃない立ち絵が出てきた。それ欲しかったんすよ、4の時から。なんでめっちゃ色くなってるんですけど、のぞみちゃんが。え、もともとこういうピチピチだったのかな。この子は人に危害を加えたりしないわ。外にいる天使や悪魔とは違うのよ。そう、聞き分けのいい妖精だからな。私たちは天使と悪魔の覇権争いには無関係。ただこの森で静かに暮らしたいだけよ。のぞみちゃんがでもあれだね、妖精王っぽくなっていってるんだね、だんだんね。妖精の女王っぽくな。あなたは。うん、私はのぞみ。この妖精の森を治めている人間よ。でものぞみちゃんだったらさ、普通に外出れるだろうに、なんでわざわざナパイアをのぞみにして外に出したんだろうな。人間なのに妖精の森を。いやー、でものぞみちゃんがなんか予想通りの美人でよかった。俺のイメージ通りじゃん、その緑のグラサン以外な。滅びゆく妖精たちを守るため、いろいろあって妖精の女王の力を授かったの。いや、いろいろあったね、のぞみちゃん。元は君たちと同じハンターだったんだけど、今は妖精の女王よ。もう自覚してんだな、妖精の女王をな。まあ、写真家も兼業してるんだけど。あ、そのことまだ忘れてなかった、嬉しい。写真家の設定。ふん、女王が兼業するとは。見えてるぞ、これ絶対。上がらない感じが何とも言えんな。のぞみちゃんの顔の表情見たか、ナバール。お前見えてんぞ、聞かれてんぞ。うるさいわね、写真は趣味よ。趣味、女王だって趣味くらいあってもいいでしょ。そう、もともとこの写真があったから、のぞみちゃんはフリンと出会ってな、で関係が深まって最終的に妖精の女王にまでなったわけだしな。貴様、もしや私の声が、私のことが見えているのか。ギュッて引っ張られたみたいになってる。のぞみちゃん妖精の女王やぞ、本当にブラックマリアからな、妖精の力を授かったわけだから、そのぐらい見えるでしょうね。見えてるし聞こえてるわよ。緑色の妙なリーゼントがいるなって。まさしく緑色の妙なリーゼント。妙なリーゼント。くん、よくわからんが、私をバカにしてるな。まあ、東の帝国では多分リーゼントとは言わなかっただろうしな。よくわからんが、妙とついてるからバカにしてるんだろうな。え、何？誰と話して、それに見えてるって。何がですか。朝日ちゃんだけ置いてけぼりになっちゃってるよな。だ、逆にフリンが見えて、フリンじゃねえや、ナナシが見えてるのがちょっとおかしいのよね。あ、ちょっと変な幽霊いるんすよ、実は。取り憑かれてんすよ。のぞみが足に視線を向ける。行ってもいいか許可を求めているようだ。やばい霊に取り憑かれてるんすよ。あ、話すこと許可しますか。まあ話した方がいいでしょ、めんどくさいでしょ、後々。アスリがうなずくと、のぞみが朝日の質問に答える。まあ、アスリが答えた方が早いだろうけどな。彼には幽霊が取り付いているみたいよ。うん、緑色のチンチクリンなやつ。チンチクリンがな。え、ちょっとナナシ、大丈夫なの。でも朝日ちゃんはあれなのかな、寒くないのかな。俺が近づくたびにみんな寒いって言ってたけど。誰がチンチクリンだ。私にはナバールという立派な名前がある。いや、グラフィック
多種多様ですね、ナバール。表情豊か。幽霊の名前はナバールっていうらしいわ。うん。そのナバールって人、ナナシについて何をしてるの？なんかサポートしてくれてるんですよ、勝手に。勝手にタルカジャ打ってくるんですよ。のぞみは首をかしげナバールを見た。確かになんでついてきたんだろうな。まあ、見えるやつがいるから嬉しいってことだったよな。何をしてると聞かれても、そのなんだ、この妖精の国で住むんだったらいいんじゃない、ナバール。ここ安住の地にしたらいいんじゃないか。私はいわば彼にとって師匠、そう、師匠のような存在だ。師匠、ちょっと教わった記憶ないですけど。元侍の私がまだまだ駆け出しの彼に手ほどきをしてやっているのだよ。うん。そっか、お前が侍だったの一瞬だったな。でも、のぞみがナバールを見つめた。ナバールは動揺している。のぞみちゃん、侍についてはもちろん知ってるからね。ま、害はなさそうね。うん、悪霊ではないか。寒気がするぐらいだな。かわいい。のぞみ、喧嘩どうなったのよさ。まだあいつ湧き水の場所を占拠してるの。ああ、なるほど、なんかトラブル起こってんだね。ナパヤちゃんやばくないか。そう、それそれを止めるためにさっきからスマホを探してるんだけど。うん、スマホを探してる。じゃあ俺も妖精の国に住むわ。のぞみちゃん、住まわしてくれ。今朝気づいたらなくしちゃってて、仲間も呼べないし困ってるのよね。え、ナパヤが持ってたやつでしょそれ。のぞみは後ろ頭をかきながらキロキロと周辺見回している。変わってないな、のぞみちゃん。安心した。のぞみにスマホを渡しますか。そうだよな。ってことはやっぱナパヤがパクってきたのか。ありがとう。それよそれ、私のスマホ。あ、大丈夫です、中見てないんで。あ、それはのぞみのスマホを返した。のぞみは妖精の方を向き直り腰に手を当てる。まあわかるよね。ちょっと足の方を見せてほしいわ、のぞみちゃんの。もう私のスマホ勝手に持ち出したのね。ダメよ、他人のものを勝手に持ってっちゃ。ああ、いいお姉さんだ。でものぞみ、誰か助けてほしいわって言ってたでしょ。うん、私、のぞみが困ってたから助けてくれる人を探してきたのよ。いい子だ。妖精みんなとのぞみとで一緒に頑張ろうって誓ったから。うん、でもスマホ持ってっちゃうのは良くないな、危ないしな。だから私、のぞみに喜んでほしくて、ごめんなさい。おい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 、ナパイア株がどんどん上がっていくね。そういう風に言われちゃうと叱りづらいわね。仕方ない。これあれじゃないか、あのピクシーとナパイアとオキクムシが喧嘩してた時の。俺はピクシーを選んだけど、これナパイアを選ぶ人増えちゃうんじゃないか今後。今回は許してあげる。でも今回だけよ。それとありがとうナパイア。あら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 、どういたしまして。尊い。あら、妖精は嬉しそうに笑い、巨大な桜の木の根元へかけていった。ここに住むわ、のぞみちゃん。俺、私からもお話しさせてください。誰誰誰。ん、ダヌーダヌー、彼らに何か話があるの。ダヌー何してんの。ダヌーはさ、ブラックマリアの職業をやめられないから、私はついていけません、その代わりのぞみを女王にしますみたいなこと言ってたじゃん。普通にいるやん、ダヌー。出た、エロい。のぞみの体から何かが現れた。なるほど、のぞみちゃんの中にいるのね、ダヌーが。そういうことね。将来的にのぞみがダヌーになるってことか。だちょっと違うな。私はダーナ親族の母ダヌー。はい。妖精の女王としてのぞみと共にあるものです。ちょっとエロいって言ってすいませんでした。カッチカチだった仮面が。やべ、どんどん出てくるな。ダヌーか。そして私には息子がいます。そうだよね。その名はダグザ。そうなっちゃうよね、同じダーナ親族だからな。あなたならわかりますよね。ギク、実は僕のスマホに入っちゃってるんですけど、あなたの息子さんが。ダグザ、ダグザっていうやついるんだよ。彼についているのはその幽霊だけではない。ということです。取り憑かれすぎだよな、そう考えると。な、なんだと。ナバールより先に先客がいるんすよ。ちょっとナナシ、
取りつかれすぎじゃない？そうなのよ、取りつかれすぎなのよ。ダグザはよからぬ経緯から彼を自身の思惑に巻き込んだようですね。でもダグザがいなかったら俺も朝日ちゃんも死んでたからね。そこは感謝せざるを得ないんだな。ねえナナシ、後で親父に言って騎士魔人とかでお祓いしてもらおうか。お祓いしたらでも俺どうなんだろう。俺また死んじゃうのかな、ダグザいなくなったら。お祓いだと。ナバールはお祓いしてもらおうかな。ダヌー、話の途中で悪いけど今はこっちの問題を片付けちゃわない？のぞみはダヌーの話を遮ってアスビたちに視線を向ける。そうですね、まずは私たちの本分を全うし、ダグザの話はその後にしましょう。なるほど、何で困ってんだろう。そうそう、私たちは妖精の女王なんだから。のぞみちゃん、立派になったもんだ。のぞみはそう言ってアスビたちへ一歩を歩み寄る。じゃあとりあえずあなたたち、私を手伝ってくれるかしら。うん、どうしたらいいんだろうね。手伝うって喧嘩を止めるでしたっけ。ねえ、湧き水がどうのこうのっつってな。喧嘩というか、ちょっと気分屋の子がね、森の奥の湧き水を独り占めしちゃってるのよ。ああ、気分屋の妖精か。私としては独り占めなんてせず、みんなで使ってほしいんだけど。いや大変だな、妖精の女王もな。どうしてまた湧き水を。うん、それがわからないのよね。急に様子が変になっちゃって。悪魔の様子が変になるってか。わかりました、まずは問題の場所に行って独り占めしてる理由を聞いてみますね。私も一緒に行くわ。もしかしたら荒事になるかもしれないし。女王が声かけりゃね、付き従いそうなもんだけどな。みんなそうなっても私たちは大丈夫ですね、ナナシ。朝日ちゃんがどんどん怖いもの知らずになってってるな。のぞみは心配そうに指を唇に当てて、アスリたちの顔を交互に伺う。なになに。じゃあ先導はあなたたちに任せるわ。無理はしないようにね。のぞみちゃんもでもそんな大したハンターじゃなかったからな。のぞみちゃんもなんか不倫の足手まといだった部分あるけど、さすがにでも妖精の力手に入れてからは強くなってるだろうな。大丈夫ですよ、のぞみさん、私たちハンターですから。うん、ちょっと保護してくれる感じかな、今回俺たちのことをな。朝日はキラキラと瞳を輝かせ、えへんと胸を張る。おい、かわいいかよ。よし、行こう、ナナシ。かわいい子しか出てこないのか、このゲームは。そうだな。のぞみと共に行くことになった。おお、まさか、のぞみ。のぞみちゃん入ってくれんだ。これは熱い展開だな。いや、のぞみちゃんの顔グラできたのマジで嬉しいわ。てかもうメインキャラクターに、なんてエロい。美脚。銃スキルにより攻撃と妨害を行う。攻撃支援タイプ。銃系スキルね。もともとね、ショットガン持ってたんだよな。4の時のグラフィックでも。なんていいスタイルなんだ。へそと足出してくれんのか。すまん。朝日ちゃんすまん。のぞみちゃんと行こう。ここはまあ、のぞみちゃんと行くよね、当然ね。当然ながら。あら、いいね。サポーター任せて。あ、もうずっとのぞみちゃんにするかも。いや、どんどんサポート増えるぞ。こんな序盤でここまで増えると思わなかったわ。ずーっと朝日ちゃんでしばらく行くんだろうぐらいな思ったけど、朝日ちゃんのだんだん立場が危うくなっていくな、これな。一回やっとく？とりあえず様子見とくか。あー、ピクシー欲しいな。ここで仲間にできるんだ。お仕置きよ。いいねー、スリップショット。お仕置きしてくれんの？ピクシーはまあいつも通り安定の。いやー、でもちょっとヒロインの座をナパイアちゃんに、新ナパイアちゃんにね、奪われちゃうかもしんない。あ、お辞儀しましょう。私欲しいものがあるの。あげるあげるあげる。何が欲しい？お兄ちゃんの命、出たよ。わー、マジか、フーリガン。ピクシーはでも絶対欲しい。戦うの好き？いやー、好きじゃないよ。仲間になろうよ。私と一緒だね。よしよし。相性占い？いいじゃんいいじゃん。なんでなんですか？どういうこと？うわ、また！いや、どんどん迷子にされちゃう。やめてくれ。飛ばすな、これ以上。お兄ちゃん、お人よしだね。そんなで生きていけるの？おい、ピクシーが殺意高すぎる。もういいや、殺しちゃおう。ちょ、マジで。ね、私だけのお兄ちゃんになって。なる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 。じゃあ、君は妹だね。お兄ちゃんは妹のために何でもしてくれるよね。何でもするよ。当たり前だろ。じゃあ、死んで。
だってお兄ちゃん何百年も生きれないでしょ。お兄ちゃん永遠に私とヤンデレピクシーだ。え、ヤンデレピクシー仲間にしたい。お兄ちゃんどうして人外ハンターになったの。なりたかったんだよ人外ハンターに。どうして。東京のためだよ。使命感に燃えてるんだね。いいな東京は。私のためにも頑張ってほしい。やっぱヤンデレだ。悪魔殺しの悪い奴め許さない。うわ、なんか俺ヘイト買ってんのか、ピクシー界で。ねえねえ、おじさん。おじさんじゃないよ、そんな年齢じゃない。それじゃあおじいちゃん、看護機に入るお手伝いしてあげるね。やばい、全部のパターン聞くんじゃないかこれ。ピクシーが切れる時の。お兄ちゃん仲間いいでしょう。しょうがない、すまんフォーモリア。ピクシーが言うことやからこれはしょうがない。お兄ちゃんの仲間ペレの命。うわ、二人目の命まで。くぅー、すまん。前欲しいものもらっちゃった。やっぱヤンデレだよな。俺の仲間二人も殺して。私は妖精ピクシー、今後ともよろしく。今後ともよろしく。可愛いんだけどなピクシー。やっとピクシー仲間になったからレベル9か。だニッカリさんのスマホに入ってたんだよね多分。ピクシーレベル9。ちょっと朝日ちゃんはレベル9のピクシー使いこなしてたのか。俺よりできるじゃないかよ。いいじゃない、いいじゃない、ピクシーセンスあるわね君。ありがとう、だいぶ苦労したけど。こっち行けない、こっち行くか。清正の小道。清少だろうけど。え、加藤清正？全然触手だらけでいけないね。戦闘準備できてるわよね。いいね、のぞみちゃんずっと連れて行きたいけど、ずっと一緒に来てくれんのかな。妖精の国忙しいだろうしな。いい絵撮っちゃうよ。フォトフラッシュ？何それ。カメラを武器に使うんだ。シャット、スリップショット。いいぞのぞみちゃん、頼りがいがあるな。攻撃力あるからねのぞみちゃんね。今までの二人は本当にサポート役だったもんな。モスマンとか仲間にしたいんで枠を開けたいんでね。ちょっとそろそろボジャの多いいいんじゃないかな。だいぶ一緒に遊べたよな。いいんじゃないかな。カスにしちゃいましょうか。アギジオディア反撃一部のマメックいいでしょう。では合体するぞ。行きましょう。まだ慣れねえ御堂のこの合体の時のこの声の音量にな。うわ、めっちゃ回ってる。そんな早かったのか回転数。おいらマジカス、今後ともよろしく。めちゃくちゃ回ってました想像以上に。 MP がそろそろきつい。南参道、参道なんだ。なんかお寺か神社か、神社かな、あるんかな。宝箱、マハブフソン。まあまあですね。お、もうしも闇っぽい妖精。湧き水のところででかい顔してるやつ、あいつ目障りだわ。どっか行っちゃわないかしらね。なんとかしてくれない。じゃあ湧き水は近いってことだよね。さっさと行っちまうか。ん、アロマ。え、あまりいい仕事ではないわね。お、なに、あークエスト終了。あー、異物回収ね。のぞみちゃんがあれか、横から覗き込んでくの。うんこ。え、のぞみちゃんうんこした。なんで急に。あ、違う、あれだ。なんだっけ、誰だっけ。そ、ベティちゃんのうんこな。十分な成果を得ることができたみたいね。異物は多いほど暮らしの助けとなるものだから、見つけたら積極的にショップで売ることを勧めるわ。みんなも助かるし、あなたの財布も助かるってね。それじゃあまた次の筆試しで会いましょう。次は特になしか。じゃあまたベティちゃんからの連絡待ちってことですね。あ、タムリンもう出るのか、早えな。ナパイアレベル12。ナパイアもまだ仲間にできねえ。くそ、順調に強くなってってるこの辺の連中が。大丈夫かなこれ。スリープショット、助かる。マジのぞみちゃん助かるわ。よっしゃ、のぞみ様様だな今。結構レベルしんどくなってきたか。これは正直きついわね。相手が悪いわ。のぞみちゃんもきつい。でものぞみちゃんは結構余裕そうだったよ。あ、ほんとだ、参道みたいになってるな。中央門。わあ、何？すげえ立派。立派な神社みたいなやつあるじゃん。あれ、こんなのあんのか、代々木に。ここ入んの？いや、そうだよな。閉ざされている。また後で来んのか。しかし、このマップいいな。綺麗だわ。ここに住みてよ、ほんとに。お、何これ？触手とはまた別の、うにょうにょ？え？また違うんだ。触手と別のやつだ。うにょうにょしてる顔が。お、来たか？あら！待ってくれ、誤解だよ。まず離
話を聞いてくれ。やっぱこいつら出るのか。ティターニアとオベロン、また夫婦喧嘩してんな。誤解だったら何よ、この小刀。またいつものくだらない悪だくみでしょ。結構あれだな、熟年夫婦だなこの二人な。まあ両方あれだよね、ちょっと年取ってるグラフィックだもんね。男女の言い合う声が聞こえる。あれ何してるんだろう。妖精の国名物ですよ、夫婦喧嘩。またあの二人血は喧嘩しているのね。のぞみちゃんも大変だな。のぞみか、聞いてくれティターニアが。この二人を仲裁するのめんどくさそうだわ。ちょっとオベロ、私を悪者にしないで。変なものを隠し持ってるあなたが悪いよ。何、小刀って何ですか、オベロンさん。変なものとは何だ。これは霊剣新たかな翡翠の守り刀だぞ。お、翡翠の守り刀。お、かっこいいじゃん。オベロンとチターニアの前に緑色の小刀が浮かんでいる。この翡翠の守り刀はね、死者があの世で力を得るためのものなのさ。いいもん持ってんじゃん。ほら、最近は天使と悪魔のせいで人間がよく死ぬだろう。うんうん。私は妖精の長としてそれを哀れに思い、彼らのため特別に作らせたのだよ。あら、いいオベロンだなこれは。好みの死者の女をみだらにするとか。そんなろくでもない目的なんでしょ。ありそう、オベロンにはありそうだな。やはりそうだったのか。好みの女をみだらにする。より欲しいね。みだらにする守り刀ください。またこんなものを作らせて。浮気層の露での一件忘れた。あれ、やっぱライドウの世界線引き継いでんのかな。ライドウ以外、あとあれだ、メガテン2でもあったか、浮気層の露。その世界線つながってんだね。いや、それは400年以上前の話じゃない。実際リアルタイム400年以上前か。中世のね、夏の夜の夢ですよね。なるほどな、史実だったか。もう分かったわ。じゃあこの小刀は私が預かるから。のぞみちゃん緑になっちゃわない、大丈夫。のぞみが翡翠の守り刀に手を伸ばしたが、その手は刀を素通りしてしまった。おう、あれ拾えない。この小刀透けちゃって逃げれないわ。スケスケの小刀。そりゃそうさ、なんせ死者が使うものだから、ね、あ、これ握れるんじゃない、俺死んでるから一回。二人ともそこに何かあるの。ああ。私には何も見えないんだけど。だからナバールも見えるんだ俺。もう死んでんだ俺だから、つまりは。でなんか手もなんか緑になっちゃってるし、あれ死に関連するものが緑で表されるのかな、フォーファイナルの世界では。ナラシの体も緑の刻印が入ってるし、ナバール自身も緑だし、でこの小刀も緑。なるほど、実体がないのね。のぞみちゃんのグラさんは？だから朝日ちゃんには見えないと。ほうほうほう。のぞみちゃんのグラさんはなんか逆にその緑じゃんか。それによってその霊的なものを見えるようにしてるみたいな、ありそうだな。だからのぞみちゃん見えたんだ、ナバールが。で？ありそう。どうするのよこの小刀。私に持たせてみなさい。そうだそうだ。オベロンはナバールの方へ向けた。ああ、ナバールの剣にする。なるほど。彼のようなこの世界に未練のある、なんだその勇者。ああ、そう、勇者だ。その場しのぎのね、取ってつけたような言葉ですね。何、私が勇者だと。乗せられるな乗せられるな。そうだとも、緑の勇者君、君のようなものに授けようと思っていたのだ。ナバールもじゃあ攻撃できるようになるってことかな、これで。さあ、この翡翠の守り刀を受け取りたまえ。おお、まあありがたいけどな。ナバールが翡翠の守り刀を受け取った。持てんのか、ナバールでかそうだったぞ。おお、なんだこの万能感は。力がみなぎる。まさかついに私の隠された力か。隠された力あるのかな、バールに。